刀はお茶と同じく丁寧に味わってこそ本来の趣がわかるものです。あれ？こんな告知板いつの間に置いてあったんだ？うん、どれどれ？キノコンが書いてあるぞ。
けどキノコンは魔物だぞ。どう考えても危なすぎるだろう。とりあえず会場に行こうぜ。もし本当に危険があってもそばにさえいれば取り返しがつかなくなる前に止められるはずだ。会場の各参加者の皆様、サウマラタハスパイテイマー大会へようこそ。私は大会の責任者、セイロン派ベテラン学者のカウトリアです。皆さんはキノコンに指示を出して戦うというコンセプトに興味があるか。豪華な報酬を楽しみにお集まりくださったことでしょう。がしかし、バトルの安全面に不安を抱える方も多いのではないでしょうか。そちらに関しては私が断言いたします。今回の大会のためにセイロン派最先端の理性増加技術を用いた英知宝珠を用意しましたので、心配ご無用です。気兼ねなさらず、どうぞふるってご参加くだされ。さらにこの度、フォンテーヌの大商人エルヒンゲンさんがスポンサーとなり、本大会の賞金総額6000万もののモラを提供してくださいました。さらに決勝戦の後に行われる最終テストに通過し、エルヒンゲンさんの理念を貫く能力を持っていることを証明できた方には、なんとエルヒンゲンさんの全財産が与えられますぞ。ただし、これには条件が一つだけございます。エルヒンゲンさんの遺髪を継いで、サウマラタハスハイテイマー大会を引き続き開催し続けることです。こいつ、6000万もらを気軽に投資したのか。それにこの大会を開催し続ければ全財産までくれるって言ったよな。いやー、主催側に教練員の学者がついてたなんてな。詳しく聞きもせず止めるっていうのも、それはそれでよくないよな。いっそ大会に参加して奴らの言う英知宝珠が効くかどうか試してみようぜ。違うぞ、スメイルはようやく安定を取り戻しただろ。こんな時にまた教練員とやり合ったらナヒーダにも迷惑をかけるし、それにあんなに自信満々に話されるとキノコンを飼いならすっていうのがどんなものなのか見たくなっちゃったんだ。
よく面倒ごとを起こしてくれるけど、悪質なものでもないだろ。どっちかっていうと気性の荒い野生動物って感じだぞ。安全面も保証してくれたんだし、そんなに恐れる必要もないだろ。それにキノ君と友達になるなんて絶対面白いに決まってる。いい成績を取ればちょっとした小遣い稼ぎにもなって一石二鳥だぜ。これこそオイラたちのやり方だぜ。申し込みの場所はあっちみたいだ。早く英知宝珠をもらって大会に参加しようぜ。まだやれる。シルバー番宣のパイモン、君たちもこの大会に参加するの？え、オイラたちを知ってるのか？いきなり聞いたこともない称号が聞こえたけど。君たちはすごいもの。逃げ切った傭兵は君たちの肖像画を描いて絶対喧嘩を吹っかけるなって他の人に言って回ってたわ。オイラたちうべきか、それとも噂ほど怖くないぞって弁解すべきか。残念ながら今回の大会ルールではテイマーは武器の携帯を禁じられているのよ。直接戦いはしないから君たちの火の打ち所のない戦闘能力は通用しない。バトルのポイントはキノコンの捕獲と育成、そしてそれらの駒をどう使うかってこと。いくら君たちでもキノコンに指示を与えるスキルを必ず習得できるとは限らないわ。言われてみれば確かにそうだな。まだキノコンを捕まえたこともないし、戦闘でキノコンを指揮するポイントもさっぱりだ。って待てよ、お前スタッフには見えないけどどうして自信満々で説教してるんだよ。何者だ？私はハニア。ずっとエルマイト旅団で凶暴な打獣を飼いならす仕事をやってきたわ。以前からテイマーと呼ばれてたおかげで英知宝珠の初期テストに参加できたの。でも私のような字も読めない粗骨者は傭兵たちの雑用するくらいしかできない。名乗ったって意味もないから普通の出場選手として扱ってちょうだい。まあ獣を手なずけることに関してはいろいろと心得があるけどね。私の指導を受けたい？
敵であれ味方であれ、君たちはバトルで障害物を排除してくれる存在よ。だから同盟を結ぶ価値がある。もちろん私たちの関係は後者であってほしいわ。ストレートだな。まあ誠意は感じるぞ。自分の力で考えるより詳しい人に指導してもらった方がいいよな。ここはひとまず話にならうぜ。それじゃあこの英知法事を受け取ってちょうだい。早速主催側の指定したエリアに行ってキノコンを捕まえましょう。本当に行動力のあるやつだな。ここが捕獲エリアよ。この一帯のキノコンは英知法事との相性がいいからトレーニングやバトルに向いてる。英知法事はキノコンを捕獲したり収納したりすることができる。それ自体も操縦装置なの。だからキノコンごとにあだ名をつけた方が指示しやすくなるわ。例えば私の隣にいるこいつのことは炎1って呼んで。炎元素のキノコン1号という意味なの。元素の種類に番号？なんかシンプルすぎないか？このキノコン元気そうだし、ぴょんぴょんハッピーだけ、なんかどうだ？余計な、いえありがとう。でも私には自分なりの命名規則があるわ。シンプルで分かりやすくて指示しやすいことが重要なの。そうだな。もう炎1で呼び慣れてるだろうし。分かった、もう案は出さないでおくぜ。でもオイラたちがつけたすごい名前を聞けば考え直したくなるかもしれないぞ。
名前だろ。バトルで呼びかけるとき絶対かっこいいと思うぞ。こういうキノコンは丸い帽子をかぶってて小さな太鼓みたいだろ。オイラとっくに気づいてたんだ。こいつらの頭を叩くとポコポコドンチャンって音が必ず出るってことにな。ほら見ろ、こいつも喜んでるぞ。この名前を気に入ったみたいだ。それじゃポコポコビーニーに決まりだ。ポコポコビーニーはおとなしいな。子犬とか猫みたいだ。キノコにもこういう一面があるなんてな。これからよろしくな、ポコポコビーニー。さてと、残りのキノコンを一気に捕まえてポコポコビーニーにチームを組んであげようぜ。キノコンが4体集められたみたいね。次は主催の提供してくれたフラワーゼリーを使ってキノコンたちの潜在力を覚醒させてみましょう。バトルで強力な技を繰り出せるようになるわ。思ったより順調だな。ありがとな、ハニヤ。それじゃ、オイラたちは会場に戻ろうぜ。あれ、見ろ、うろうろしてる人がいるぞ。キノコンが一体周りを回ってる。もしかして襲われてるのか。うわ、いきなり倒れたぞ。早く見に行こう。はあ、力が入らない。一歩も動けない。大丈夫か？怪我したのか？
行け、炎一。待って、この子は敵じゃない、私の仲間なの。私はただ疲れて歩けないだけで、参戦資格をゲットするにはキノコの仲間をあと3体探さないと。まさかお前も出場選手なのか？こんなところでライバルに出会ってしまうなんて予想外。ここまでみたいだね。天天ヨーヨー獣だけじゃあなたたちには勝てない。天天ヨーヨー獣のことは頼みます。必ずいい成績を取ってあげて。おいおい、自暴自棄になるなよ。オイラたち道を阻むエルマイト旅団じゃあるまいし、お前のキノコ、いやキノコの仲間を奪うなんて卑怯なことしないぞ。決着をつけたいって言うならバトルで正々堂々と勝負しろ。オイラたちの隣にいるハニヤってテイマーなんか、オイラたちが手強い相手になるかもしれないって分かってて、それなのにたくさんのことを教えてくれたんだぜ。それ褒めてるの？お前の名前と目標を言ってみな。ゴールド流星の旅人とシルバーバンセイのオイラはお前を助けるぜ。本当？キノコの仲間をもう3体集めてくれるの？サイコロの1の裏が6であるように月が回ってきたんだ。私はレイラです。ルタワヒスト学院の普通の学生なんだけど、強い称号はなくて、その私の目標はバトルの準々決勝に入ること。準々決勝に入れたらキノコの仲間を家まで連れ帰って力仕事を分担してもらいたいんだ。もちろんちゃんとお世話もするよ。確かルールに書いてあったな、準々決勝まで残った選手は欲しいキノコンを家に連れて帰れるって。でも力仕事？学生の日常は宿題と論文じゃなかったっけ？恥ずかしながら私生まれつきの睡眠障害で毎日よく眠れなくて体力もないの。普段からちょっと運動しただけでさっきみたいに力が抜けてぐったりと横たわってしまう。それに力仕事って言っても本を運んだり買い物したりってだけで。それだけかよ。なら全然大丈夫だな。オイラも雑用はいつもこいつに任せてるんだ。キノコンを仲間にするだけでなく一緒に暮らそうとする、このようなバカバカしい考えはエルフィンゲットそっくりだ。
コツをすぐ掴んだ上に人の役に立てる余力すら残っているだなんて、おめでたいことね。うまくいくことを祈ってるわ。それじゃ。おい、ハニヤ、もう行っちゃうのか？まだお前と炎一にお礼を言ってないぞ。せめて一緒にご飯とか。大丈夫、そのテイマーさん怒っちゃった？多分そうじゃないと思うんだけどな。ハニヤは率直な話し方をするから近寄りがたい印象もある。でも性格の悪いやつじゃないんだ。じゃなきゃオイラたちを助ける理由もないだろう。そうだな、また会える機会があるよな。その時お礼も用意しておこうぜ。今はハニヤの美徳を受け継いで正々堂々とバトルに参加することを考えようぜ。他の選手を助けてレイラの参戦資格を手に入れてあげるんだ。本当にありがとう。私も頑張って体を動かすから。全部あなたたちに任せるわけにはいかないもの。やったー、これでレイラのチームも完成だな。今すぐ会場に戻って参戦資格を確認しようぜ。あなたたちとは戦わないで済むといいんだけど。おや、わっぱたちではないか。またもやなんじらは流行の最先端に現れたな。いやはや、さすがは娯楽小説の主人公たりうる人物じゃ。この度の大会に関する宣伝が稲妻にまで届いておったんじゃ。それも八重堂の前でチラシを配っておったんじゃぞ。この大会、娯楽小説にぴったしじゃと思わぬか？八重堂は今次の50年を風靡する傑作を作る計画をしておる。テーマは仲間と競争じゃ。故に血気盛んな若い作家を一人現場に連れてきて取材をさせておる。もちろん作家たちの原稿をよりよく品評するために今回はわらわも参加する。選手としての感覚も体験しておきたいからの。そしてこれがわらわの相棒、草加がこやつに与えた名は百来シャラ。独特な気迫があって悪くないと思うぞ。まさか巫女まで来るほどの大きな戦いになるなんてな。そうか、
こやつらと知り合っておくがよい。必ずや汝に立ち向かう最強の敵となるじゃろう。小説における重要キャラクターにしてもよいぞ。心に響く作品を作るために決して臆さず必ずやあなたたちを倒します。おお、たとえ巫女の腹心だからって手加減はしないからな。その息じゃ。この感覚つかめたか。対戦の前に最も重要なライバルに宣戦布告をする、雰囲気を最高に高める寛容なシーンじゃ。全くつかめていません。その将軍様の花見坂を見て回った親友の方が対抗するって考えたら、ならばまずは急ぎ宿屋に戻るがよい。今抱いているその緊張感を記録するんじゃ。これも良き素材になる。この人すごく怖い。でもとてもすごそう。お友達になってみたいな。そちらの物静かな友はどちら様じゃ。こいつはキノコンを捕まえる途中で出会った新しい仲間のレイラだ。レイラは訓練されたキノコンを家に連れ帰って一緒に暮らしたいんだってさ。そのためにこのバトルに参加して準々決勝まで行くのが目標らしいぞ。キノコンを訓練して日常生活のお供にする。面白い。汝にはいろいろと秘密がありそうじゃな。発掘していけば非日常的な物語が作れそうじゃ。わらわは八重巫女。趣味で娯楽小説の編集者をしているんじゃが、汝に少し興味を持っておる。よろしく頼む。なんて答えたらいいか全くわからない。そうだ、二人とも、この間は本当にありがとう。予選の準備のためにも、この四体のキノコの仲間のことをちゃんと知っておきたいの。トレーニングに行ってくるね。ペース配分に気をつけろよ、レイラ。前みたいに疲れてへばっちゃダメだぞ。おい、巫女のオーラにびっくりしちゃったみたいだな。む？わらわはそんなに怖いのか？だとしたら、もっとあの娘っ子と交流して誤解を解かねばならぬの。さて、わっぱのその目、まだ何かわらわに言いたいことがあるようじゃな。賑やかさに流されて遊ぶことしか脳みそにない状態ではなかったんじゃな。安心したぞ。じゃがあいにく邪魔が入りそうじゃ。お目にかかれて光栄です、八重宮司。まさかスメールにいらっしゃって早々本大会の会場に足をお運びいただけるとは。責任者か。超お金持ちの大商人がなんでここに。ふむ、どうやら大会は順調に進んでいるようじゃな。でなければダンジラのようなお偉方が2人揃って一般出場者に構う暇などないじゃろう。
またまたそのような八重宮司、あなた様のように高貴なお方はスメール一流の礼儀でおもてなしさせていただきますとも。すでに英知法珠をお試しになられたようですが、この技術の将来性をどう思われましたか？あなた様さえうなずいてくだされば、これを稲妻に輸出し一挙解決というところなのですが。ふむ、今のわらわは一階の編集長に過ぎぬ。こたびここへ来たのは休暇を兼ねた取材のためじゃ。技術の将来性などという重たいテーマについては考えたくないんじゃがの。そう焦らずにカウトリアさん、教練員の商業的な要望ばかりお伝えするのでは、雷鳴の国からせっかくはるばるお越しくださった貴賓に対してあまりに申し訳ない。それに八重宮司はご友人とお話をされていました。それに割って入ったことも失礼というものでしょう。ほう、なかなかに的を射ておるぞ、エルヒンゲン殿。その控えめな行動様式は商売における姿と同じじゃな。汝の名はそこまで知れ渡っておらぬが、静かに莫大な富を積み上げていった。八重宮司からそのような評価をいただけるとは身に余る光栄ですよ。何かご入用の際は何なりとお申し付けください。八重宮司の旅が快適なものとなるよう最善を尽くすつもりです。そしてかねてより名を馳せている旅人さんまでが大会にご参加くださるとは、素晴らしいご活躍を期待していますよ。ミコ、あいつらはお前と仕事の話をしに来たんだろう。こんな無下にしちゃって本当にいいのか？特にあの大商人、あいつと協力すれば八重堂にだってメリットがたくさんあるはずだろう。新しい競技活動をこれほど迅速にテイワット各地に広めることなど、並大抵の商人にはできぬ。それほどまで強力な相手とは組みたくないの。それにこの大会は始まったばかりじゃ。結末がどういう風になるかはまだわからぬ。とりあえずはわらわも楽しみながら不安要素に心をとどめておこうと思っての。キノコは見た目は可愛いが、その体内には強力な元素の力を秘めておる。このような魔物に対して完全に警戒心を解くのは得策ではなかろう。ミコもそう思ってたのか。オイラたちもこの大会が危ないんじゃないかって思ってたんだ。それにしてもこの英知法珠は本当に不思議だよな。これに影響されたキノコンはみんなポコポコビーニーみたいにすごくおとなしくなるんだ。だから
オイラたちもずっと気を張る必要はなくなったんだけどさ。パイモンは相変わらずのんきで元気いっぱいじゃな。わらわもそろそろ自分の役をこなさんといかんの。大会の出場者として事前準備をしに行くとしよう。それではまた予選でな。ほれ百来者ら、二人にお別れの挨拶をするんじゃ。ひひ、今回は来てよかったな。新しい友達と知り合えたし、ミコにも会えた。大会もきっと面白くなるぞ。よし、じゃあハニヤのアドバイス通りフラワーゼリーを受け取ってポコポコビーニーを育てようぜ。ついに来たな、優勝候補。早速フラワーゼリーを使ってキノコンの潜在力を覚醒させようぜ。優勝候補？いい響きだな。お前もオイラたちのことを知ってるのか？もちろん。君たちが英知宝珠を受け取るとき、俺はすぐ隣にいたからな。ハニヤさんが説明をしていたもんで、あの時は話に入れなかったんだ。ハニヤさんのような専門家が指導してくれたんだから、君たちも眩しい新人テイマーになれるはずだ。聞いた感じ、ハニヤはすごく強そうだな。主催側のスタッフまであいつを褒めるなんて。オイラたちも頑張らないとな。
はびこれ！
ポコポコビーニーたちもバトルで全力を出せそうだな。予選までもうちょっと時間があるし、トレーニングしに行こうぜ。
出場選手および観客の皆さん、サウマラタハスハイテーマー大会が間もなく始まります。皆さんが今日のバトルを楽しみ、何らかの収穫を得られることを心から願っています。また
バトルには純粋な競争心を持って臨み、友好的に競技を行ってください。ベストを尽くせばそれでよし。不必要に気負い、死闘を繰り広げる必要はありません。私は人と危険生物が共存する道を模索してきました。そして今、あなたたちの手にある英知宝珠は私にその可能性を見せてくれました。この大会を通じて、より多くの者にテイムの可能性を示し、未来の世界に戦いを回避する手段を提供することで、野外での活動がより安全になることを期待しています。エルヒンゲンはその目標のために自分の全財産を譲るつもりなのか？あいつにはあいつなりの理想があるみたいだな。エルヒンゲンさん、お言葉ありがとうございます。それでは私からも簡単に。テイマーたちよ、あなたたちの手に取っている英知宝珠は画期的な産物であり、強霊院数百年の技術の集大成と言えましょう。これには9つの偉大なるポイントがあり。カウトリアさん、皆さんがうずうずしていらっしゃいますから、詳しい説明はまたの機会に。では機会があればまた詳しく解説いたしましょう。とにかくその先端技術はバトルで身をもって感じられるはずです。自分の英知宝珠を信じて思い切りバトルしましょう。完全な技術オタクっていうか、場所も状況も関係なく意見を口に出しちゃうやつなんだな。エルヒンゲンが空気を読んでくれたおかげで時間を浪費せずに済んだぞ。予選はいよいよだ。初対戦に備えようぜ。
戦の相手がこんなにも平凡だなんて。ほら、かかってきなさい。鮮やかなダッシュであなたたちを破ってあげるわ。緊張するな、ポコポコ B に。たかだか予選の相手だ。こいつらを踏み台にして這い上がろうぜ。に指示を出して相手とバトルするのってなんだか面白いぞ。さっきのテイマ、キノコンたちとの連携もうまく取れてたし、いい勝負だったよな。そういう意味じゃなくて、対戦相手とキノコンの連携がある種の流派みたいだっただろ。オイラたちもポコポコビーニーとうまく連携できればいいよな。目くばせ一つで次にやることを察してくれたりとか。それは仲間たちのあうんの呼吸に頼るのじゃ。幼獣とキノコの仲間たちがあれほど強かったなんて。私が反応するよりも前に相手が倒されてたよ。それで会場に戻ったら、八重お姉さんの対戦相手が魂が抜けたように逃げ出したのを見て、ちょうど八重お姉さんはあなたたちに相談したいことがあるらしくて、私もついてきたってわけなの。レイラちゃんは無事に予選を勝ち抜き、そうかもわずかな差ではあるが相手を上回ったんじゃ。わらわは少し残念じゃった。何せ対戦相手が全然楽しませてくれなかったからの。まあ始まったばかりだからな。もし予選の時点で苦戦する相手に出会うほどだったら、この大会の難易度は高すぎるぞ。ところで、ミコは何を相談したいんだ？ふむ、パイモンも少しは学んだようじゃな。忠告しようとしたことにまで気がついておったとは。今後相手はどんどん強くなる。一時も警戒を緩めぬようにするんじゃぞ。さて、予選を突破した勢いに乗って、
キノコンと特別修行を行い、仲間たちとの連携を強めておくというのはどうじゃ？おお、先見の明があるな。それじゃあ、早速出発してキノコンの仲間たちと特別修行をしようぜ。うむ、ここはなかなかの景色じゃ。空気からウリンの匂いがしておる。人里離れた静かな場所じゃから邪魔する者もおらぬぞ。思い切りキノコンと遊び、休む時はスメールの美食を楽しむとしよう。やったぜ、おかしいおかしい。って待った、オイラたち修行しに来たんだろ。もしかしてミコは特別なレシピでお菓子を、それを食べたらキノコンの仲間たちと心がつなげたりして。たとえわらわにそのような能力があったとしても無駄遣いはダメじゃろ。普通のドライフルーツやお菓子を持ってきただけじゃ。鬼の特訓メニューか何かを用意したとでも思っておったか。そんなもの何時らに必要ありはせん。ずっと気を張り詰めておるとかえって大事なものを見逃してしまうじゃろ。キノコンと仲良くしたいのならば友として扱い、楽しい思い出を残すべきじゃ。友と一緒に遊んで暮らすこそが阿吽の呼吸の修行といえよう。もしわっぱが何時の筋肉を石のように鍛え上げ、ヒルチャールボートを一発でぶっ飛ばせと要求してきたら、何時は喜んで従うかの？なんでそんな目でオイラを見るんだ。もしそんなことしたら、オイラ3日、いや5日くらいお前を無視するぞ。ほれ見たことか。何時とわっぱほど付き合いが深くとも鍛錬を強要されるのは嫌じゃろう。ましてやキノコンの仲間とは知り合ったばかりなのじゃ。うん、完全にミコに言いくるめられたような。八重お姉さんの言葉は確かに一理あるね。私も試してみたい。もし英知宝珠を止めたとしても、あるいは宝珠が故障したとしても、キノコの仲間は私の言いつけを聞いてくれるのかどうか。そう、友達っていうのはゆっくりお互いを知ってから一歩一歩信頼関係を築いていくものでしょ。いつもアイテムに頼って天天ヨーヨー獣と交流するわけにもいかないし、それに今は少なからず命令しているような感じもあって。ほう、純粋な感情は余計なものでとどめてはいけないと。レイラちゃんの考えは王道じゃの。でもそれってキノコンへのコントロールを解除したいってことだろ。本当に大丈夫なのか。うむ、レイラちゃん、やってみるがよい。心配せずとも、わらわとわっぱたちが後片付けしてやろう。よし、じゃあみんな準備してね。止めるよ。あれ、確かに大丈夫そうだぞ。英知宝珠を止めても天天ヨーヨー獣は勝手に動き回るだけで、前みたいに近くの人に襲いかかってこないぞ。
栄一宝珠がキノコンたちの性格を穏やかにし、交流の橋を作ってくれたようじゃな。何らかの技術で強引にコントロールしたというわけではなさそうじゃ。この仮説が正しければ、レイラちゃんの望みは叶うかもしれぬ。キノコンたちと仲良くなれば、栄一宝珠を使わなくても、何の支障もなしにコミュニケーションが取れるようになるはずじゃ。ミコ、よく言ったぜ。不思議な技術なんてどうでもいい。オイラはこの仮説の方が気に入った。私頑張るよ。天天ヨーヨー獣の好きなものを調べて、全能商人を探して、好きなお菓子をいっぱい買ってあげるの。オイラも本来のポコポコビーニーと交流したいぞ。試しに英知宝珠を止めてみようぜ。天天ヨーヨー獣、そっちで水遊びしたいの？みんなキノコの仲間を連れて一緒に来る？気をつけた方が良いぞ。水に立つときは百雷シャラから離れるんじゃ。さもないと特別な足のあんま体験をさせられることになる。そういや忘れてたぜ。ポコポコビーニーには新しい体験をさせてあげようぜ。例えば木に登って頂上あたりで景色を楽しむとか。レイラ、ミコ、先に行っていいぞ。ポコポコビーニーはずっと水辺で生きてたから、水遊びには飽きてるかもだろ。新しいことを体験させたいんだ。なるほど。だったら後でまたここで落ち合おう。そっちも楽しんできてね。さて、ポコポコビーニー、何して遊ぶ？なんだっていいぞ。お前の言うことがわかるかもしれないから、オイラたちに教えてくれ。おい、無視するのかよ。うん、こいつと仲良くするために食べ物をたくさん押し付けてやるぞ。助けて、助けてくれ。話が違うじゃんか。なんでキノコこんなに凶暴なんだよ。聞こえたか？誰かが助けを求めてるみたいだ。やばそうだぜ。早く行ってみよう。また君たち？ハニヤ？お前、子供たちを救ったのか？たまたまよ。子供たちが出場選手を真似しようとして野生のキノコに囲まれたの。幸い私の耳に入ったから命は助かったわ。危なすぎだろ。英知宝珠も取らずキノコに近寄るなんて。でも気持ちはわかるわ。私だって昔キノコンの可愛さに惑わされたもの。幸い家族の教えと先祖の苦労を思い出して
軽率には近づかなかったけど、みんなもともとは知っているの、キノコンは危ない魔物だって。だけど最近はサウマラタハスハイの影響で警戒心が緩まってきてる。これはエルヒンゲンの配慮不足のところね。この茶番を早く終わらせるわよ。英知宝珠はキノコンの大規模退治に向いてる。私が優勝者になればこのアイテムを好きに支配できるわ。ハニヤ、何言ってるんだ。茶番って、キノコンの退治って、お前炎一の前でこんなひどいことを言って、こいつが傷つかないとでも思ってるのかよ。お前だって大会に参加しただろ。オイラたちを指導して楽しんでたじゃないか。炎一が同類の犯した過ちを認識できるなら、私のことを応援してくれるはずよ。でも彼は人の感情を理解できない。ただのアイテムにコントロールされた駒。君たちにいろいろ教えた理由は気づいてるんでしょ。私はただ君たちの実力を見込んで、私の目標実現に協力してもらいたかっただけ。だけど今君たちはキノコンの側に立ってる。このバカバカしいゲームにはまった君たちはゴールド流星とシルバー晩星の称号にふさわしくない。おい、行くなよハニヤ。オイラたちはさっき英知宝珠を止めてキノコンたちと遊んでたんだぞ。ほうほう、鮮やかな性格のものじゃな。言動に適度な粘りもあって面白い展開の匂いがするぞ。ミコ、レイラ、お前らも呼び声に気づいたか。ちょうどさっき彼女のことを話しておったのじゃ。レイラちゃんによると、ハニヤはナンジラを対戦に導いたものじゃが、ナンジラがレイラちゃんに出会った後突如離れていったらしいの。今から見れば彼女は典型的な迷いキャラだったんじゃ。ある個体が犯した過ちを群れの全員のせいにして相手を徹底的に排除する。迷いキャラにとってそれは一番効果的で確実な方法なんじゃ。確かに暴走したキノコンが環境を破壊した例はあるよ。でもある研究が、それは野生動物と同じようにただ本能に従った結果の行為だって証明してる。この種はもう長いこと存在してるの。一気に排除したりなんかしたら、ウリンの生態系にどんな影響が出るか。レイラの言う通りだ。極端なやり方はダメだ。ハニヤーがどんな目に遭ってきたにせよ、その無茶な行為は阻止すべきだ。彼女の優勝者への道を阻むか。ナンジラの反応は予想通りじゃな。あの女子は強力な優勝候補、実力は申し分ない。ナンジラ、準備は良いか。ミコ、オイラたちを連れてきたのってキノコンの仲間とお互いに知り合ってより連携が取れるようにするためだろ。待てよ、まさか最初からこんなことを予想してたわけじゃ。全てを思い通りに操ってはいささか興ざめじゃろ。こたびのナンジラとハニヤの出会いは思いがけぬ驚きをもたらしてくれた。さて、今日の修行はここまで。予選は全部終わっておるはずじゃ。今後の日程を確認しに行くとしよう。
What?